琴正菊、右、を寄り切りで下す御嶽海、撮影、椎名渡る、写真を拡大、大相撲名古屋場所7日目、2018年7月。14日ドルフィンズアリーナ、ただ一人の全勝の御嶽海は、琴正菊が得意な左四つになっても危なげなかった。バッチリ右上手を引き、相手には上手を与えず寄り切り。左四つは、たまたま、前に出ることに変わりはない、と言い返さない。これで、今年初場所に並ぶ自身最高の初日から7連勝。名古屋入りしてからは、うなぎを5回以上食べている、と言い、前日は朝も夜もうなぎだった。スタミナ食の代表を食べ続け、しっかり、体が、動いてくれている、と調子はうなぎ登りだ。